サンドです。どうもです。今日も方言で編み物やっていきたいと思います。ですね、今日はいつものセーターと違ってこれちょっとね、これは欲しくて買った。これオパールの毛糸。これね、うん、使ってみたくて買った。多分皆さんの方が詳しいと思う。私はよくわかんない、色だけ見で欲しくて買った。うん。なんだろう、ネックウォーマーみたいな、ネックウォーマーでもあり、かぶれで、かぶることもできでっていうやつ。うん、ちょっとね、編んでみよっかなと思ってます。いつものセーターはね、なんつうんだろう、ほんと袖のね、減らし目に入って、うん、長々難しい。話しながらできないということで、ちょっとね、これ見づらいかな、暗いから。だからゆっくり編むね。2目ゴム編み、ちょっと好きなんだけどさ、長々ね。とかさ、下ばっかり向いてるから私の声さ聞き取りにくいよね。なまってるだけじゃなくてさ、もうって思いながら。あ、そうそう、はい、持ってまいりました。なんかね、前に過去に編んだものを見てみたいっていう人がいて、もうね、恥を忍んで店で見よっかな、見てもらおっかなって思ったんですけど、本当に恥ずかしい。私ね、本当ね、去年ずっとセーターとか、ベストとか、チョッキってやつ編んでたの。袖編みたくないから。ね、これ見えるかな。ちょっと跡ついちゃった、ここ。こんなね。こんな。こういうのを。こういうのとか、私いつも緑買っちゃうね。緑色。模様を入れてね。編んだし、それからね。これラグランスリーブ。これさ、波太の毛糸でね、これも編んだので、どれくらいの大きさになるかも最初わかんないから、波太のでね、太い針で編んだの。編んだのだって編んだんだ。そしたらね、すごい大きくできちゃって、でもね、このここら辺は可愛いなって思って気に入ってるんだけど、冬にね、寒い時に着るので、毛糸ね、残ってたやつで作ったから、編んだから、下の方足りなくなってね、足した。よくわからないけどね、次出した、かわいそうな出来になっちゃった。これも急にパキーンってさ、色変わったら変だなって思って、適当に編み込みみたいにしたやつ。なんかもうね、でも上だけ見ると結構かわいいつもり。家でね、着るの、エプロンの下にね、着ちゃえばね、大丈夫。それと、もうね、糸の紹介とかもできるような、糸じゃないんで、
バンバン言います。これなんかね、あまりにも物足りないから適当にやってみたし、趣味ないねこれね、なんだっけ、ダイソーの200円でさ、結構長いパティシエとかっていうやつをね使って編んだ。これもね途中で飽きてね、袖ないようがこれね、でもなんだろう、2色あ2つ2種類ぐらいあったから、でもね色がねどんどんだなんだろう、パキーンって分かれちゃうから、なんて言うんだろう、交互にしましまに編んでったの、色がね、なんだろう、色が一色だけずってつながんないように交互に入れてった。そしてね首のところね、すっごいブイーンって伸びてくるから、茶色いのでなんかわかんないけど縁取りしてみた。これはね色も結構気に入ってる。でもやっぱりねすっごい大きくできちゃった。まあいいか。ねそう、こんなの。あとねこれね、これ渋いやつ、渋いのでできた。これ義理のお母さんにはあのプレゼントしようと思ってね、これ一生懸命編んだんだ。これね、はなんだね、なんか葉っぱみたいな模様のをやってみた。でこれもね袖つけたかったんだけど、ちょっとね模様を入れて袖作るのが難しくって袖つけてなかったっていうのも、難しいっていうのもあったんだけど、この毛糸めっちゃ重くって、重いんですよこれ。重くてね、これ着るのなんかお年寄りだから辛いと思うだからこれ自分が年取った時にね着ようと思って取った、揺れちゃった、取ってあるんだ。もうねでも結構ちゃんと、まあ私がやった割にはちゃんとできたはずって自分では思ってる。そんなぐらいかな。あとはあのね、本当にねもうね、去年狂ったように作ってて、真夏も編んでたわ。だノートあるんだけど、 いろんな書いたねこういうずっと編んでってやってね、すごい、なんか8月に完成とか書いてるからね、相当だったと思う、狂ってた。あのね作りすぎてタンスに入らないからね、もうねある程度来たらもうね捨てちゃったのもある、処分しちゃった。もうね本当に切れないやつもね、だったんだ。もう私のサイズになるとね、あげるってこともできないしさね、そんななんだ。見てこれ、こんなだって15号の針でさ90目とか超でっかいに決まってるわかんないから作ってね、やったよ。
いっぱい編んでるね、うん、なんかあとうまくいったのはね、結構あのうちのね親戚だったり、うんうん、あげて、そうみんな出てってる。私の手元にあるのはあのもうちょっと本当に練習で作って、ああもう家でしか着れないなっていうのしかないですがね、ほんとね綺麗なの編んでるね方とかの見るとね羨ましくて、もうねもう私はシンプルなの、まあ今は編もうと思ってますってな感じで、うん、今日はね、うん、一旦これにて終わりにしようかな。じゃあねー。